ただいまより第41回堺祭りパレードを開会いたします。皆様ありがとうございます。第41回堺祭り大パレード、1600年の堺遺産に出会う祭り。前半第1部は古墳時より近代までの歴史文化を表現するパレードをお楽しみいただきます。堺祭りでも上りを持って各シーンの先導役として毎回ご協力いただいております。ガールスカウトはガールスカウト全州避難指標の会の皆さん、大分市観光キャンペーンレディの山崎優子さん、24両が出土され、その中に襟付きの炭鉱があったことで日本中の話題になり、出会いによって子どもたちにたくさんのことを学んでいてほしいと考えています。古墳は日本史上において重要であるだけでなく、人類の歴史や社会を考える上でも極めて高い意味を持つ。したのはよみがえる世紀、民徳寮も使用した世紀、行事隊の皆さんです。かけて早速と現れた総勢100名以上の大きな軍団です。豊臣秀吉が大阪城を築城するまでは商人の町といえば現在の大阪市ではなく社会を指していました。レクリエーション行事などを行い、子どもたちを取り巻く地域環境の発展にも尽力されています。ここで聞こえていますのはそんな当時の音楽です。古楽器を使ってルネサンス時代の美しい音色を奏でているのはレ・リュウジッセの皆さん。西欧の古代中世ルネサンス期の文化や習慣、堺市立三上ヶ丘中学校吹奏楽部は音楽を愛する者が集まり日々練習されています。3時30分より南海線堺駅西口ポルタク広場で開催されるということですので、そちらもぜひお越しください。ご参加いただいているのは東区日蓮農協議会の皆さんです。